このタイトルはオーディオブック用に AI 生成された合成音声で朗読されています。毒親になりたくない、毒親に育てられた人はもちろん、自分自身が親である人にとって決して無視できない毒親という言葉とその存在、子供に害を与えるその毒親に自分は絶対になるものかという強い決意を持ちながらも、では実際毒親にならないためにはどうしたらいいのかわからない、そんな人も少なくないのではと思います。本書は実際に毒親の支配を受けた子供である私がどのような親であれば前向きに過ごすことができたのかという観点でその要素をまとめました。現在子育て中の方にはもちろん、自分の親が毒親なのか迷っている方、人付き合いにお悩みの方にも役に立つ一冊になっております。毒親になりたくないと思った時点で、あなたは毒親から一歩離れたところに踏み出しています。この本があなたの明るい未来を後押しすることができたら、これほど嬉しいことはありません。第1章、子供のことをすべて把握しようとする親。毒親の一つの特徴として挙げられることは支配的であることです。ここで言う支配とは、子供の一挙一動を親が把握している状態を言います。毒親と呼ばれる親は、子供が自分の監視下にいないときがすみません。なぜなら毒親にとって子供は自分の所有物だからです。もし自分のスマホが見当たらなかったら、どこにあるのか気になる人も多いと思います。毒親にとっての子供も同じです。そのため、どんな些細なことでも全て把握しようとしてくるのです。ここではその支配の例をいくつか提示しました。当てはまることが多いほど、支配的な親だということができます。当てはまってしまった場合でも、子供との関係を見直すことが毒親脱却のための大きな一歩となります。子供のプライバシーを認めない。あなたが子供時代のことを思い出してみてください。いくら家族といえど見られたくないものはありませんでしたか？交換日記や手紙、人によっては授業のノートなどを見られたくない人もいるかもしれません。時代が変わっても子供たちに見られたくないものがあるのは変わりません。例えばスマホやパソコンなどはその筆頭と言えるでしょう。後ろめたいことがないなら見られても構わないはずなどと、子供が隠したいと思っているものを無理やり見てはいませんか？子供たちが何かを隠したいと思うのは必ずしも後ろ暗いことがあるからとは限りません。友達からみんなには秘密だよと言われたからかもしれませんし、自分の中に秘めておきたい、見られると恥ずかしいと思っているからかもしれません。そのようなものを隠すことを許さないと、子供たちは自分のプライベートゾーンがないように感じ、家に居場所を感じられなくなってしまう場合もあります。知らせなければいけないこと以外は、子供たちが秘密にすることを咎めないようにしましょう。また子供の部屋や子供が使うスペースには極力手をつけず、触らなくてはいけない場合は子供の許可を取ってからにしてください。隠し事をすることは悪いことではありません。場合によっては隠した方がうまくいくこともあります。一律に隠し事は良くないとするのではなく、柔軟に対応すると子供たちも息苦しくならずに済みます。子供の交友関係をすべて把握しようとする。子供が仲良くしている友達、気になりますよね。よく遊ぶ友達のことを把握していると、子供とのコミュニケーションも円滑になりますし、実際に顔を合わせた時にいつも遊んでいるのはこの子かと顔と名前を一致させることもできます。自分の交友関係を親が覚えてくれているというのは子供にとっても非常に嬉しいことです。しかしそれも行き過ぎると子供を束縛してしまうことにもなりかねません。例えば子供が話してもいないのに、この友達はどういう子なのか、どんな子と仲がいいのかなどを根掘り葉掘り聞くのは、子供にとって尋問や詮索を受けているようで居心地がよくありません。尋ねる場合は必要最低限、その子の家で遊ぶようならその子の家の場所や家に人がいるのかくらいに止めておくのがベターです。また交友関係を聞く際には子供の表情をよく観察しましょう。楽しそうな場合は良いのですが、曇っている場合は何か問題を抱えているかもしれません。話してくれそうであれば相談に乗り、話したくないようであればいつでも聞くからねと一言添えて話を締めくくると、後で相談しやすくなります。交友関係に関しての話題は個人差が大きく、何でも話したい子供もいれば干渉してほしくない子供もいます。自分の子供が交友関係に触れてほしいのか触れてほしくないかを慎重に見極めて、子供に応じた対応をしましょう。子供の予定を管理する。私たちに仕事やプライベートの付き合いがあるのと同様に、子供にも様々な予定があります。場合によっては親が関わる必要のあるものもありますが、子供自身の裁量で決める予定も多くあります。いくら心配だからといってその予定を1から10まで管理しようというのは子供にとって重荷にしかなりません。
それは子供が乗っている自転車に補助輪をつけ、さらに後ろで支えているようなものです。まだ慣れないうちはそれでもいいかもしれませんが、やがて子供が成長し一人で自転車に乗れるようになったら補助輪や手を外さなくてはいけません。あくまで予定を管理するのは子供。親の役割は子供が管理しやすいようにアドバイスをしたり、環境を整えることです。夏休みの宿題を例に考えてみましょう。多くの宿題が出される夏休みは、予定を立てる大きな機会です。親としてはきちんと宿題をやっているのか、期日までに宿題が終わるのか気になって口を出したくなるかと思いますが、グッド我慢です。まずは子供に予定を立ててもらいましょう。しかし必ずしもこの予定通りに宿題が進むわけではありませんよね。そこで初めて親の出番です。子供の様子を見て、予定と実際の宿題の進行具合がずれているようであれば子供と一緒に予定を組み直してみてください。この時実際はどのくらいのペースで宿題が進んでいるのかについてきちんとヒアリングすると効果的です。遅れているようであれば無理のない程度に少し多めにこなせるような予定を、早く進んでいるようであればそのペースで進められるような予定を子供と相談しながら組みましょう。大切なのは子供と対話することです。大人が予定を立てた方がスムーズに進められるという意見もあるかもしれませんが、それでは子供にとっては一方的に押し付けられたような感じを受けますし、自分で予定を立てるトレーニングにもなりません。主体は子供、親はそれをサポートすることを心がけてください。子供のお金を過度に管理する、知り合いが子供にお小遣いをあげる、来客があった時などによく見られる光景ですよね。そしてその子供がまだ小さいと、お小遣いはお母さんやお父さんが預かっておくねと、子供の代わりに親がその管理をすることも少なくないかと思います。幼いうちはお金をどう使うか、どう管理すればいいのかがわからないため、子供が将来そのお金を正しく使えるようになるまで親が貯めておくというのは合理的な判断と言えるでしょう。ですがその管理も行き過ぎると子供を支配することにつながってしまいます。具体的にはどんなことがやりすぎにあたるのでしょうか。例えば子供がもらったお金を勝手に使うというのはやりすぎの典型例と言えるでしょう。いくら幼くて管理ができないからとはいえ、そのお金は子供のものです。親把握まで代理で管理をしているだけということを忘れてはいけません。法的には問題はありませんが、将来子供がそれを知った時に親に対する信頼が地に落ちるでしょう。もし子供がもらったお金をやむを得ず使わなければいけない場合には、必ず後で使った分を戻しておくことが大切です。これに関連して、子供から借りたお金を返さないというのも親の権限を過度に行使している状況と言えるでしょう。家族は相互扶助できる関係性であることが理想とされていますが、それを押し付けるのは関係の悪化を招きます。家族といえど、あくまでも一人の人間の集合体。お金に困っている時には家族でしょうと脅してお金を借りるのではなく、こういう理由で一時的にお金を貸してほしい、どのくらいまでには返すと理由と返済期限を明確にして子供に伝えましょう。子供が嫌がっている場合にはそれ以上無理強いせずに他の手段を考え、了承してくれた場合も感謝の気持ちとお金の返済は決して忘れないようにしてください。第2章、子供の敵となる親。子供にとって親は最も身近な存在であることが少なくありません。味方になってもらえればとても心強いのですが、味方になってもらえないととても苦しい思いをすることになります。その代表的な例が進路に関することでしょう。親と子供で志望する学校が違った時に親が子供の希望を否定すると、子供はなかなかその反対を押し切ることができません。親の希望と自分の意思との板挟みになる可能性もあります。第2章では、どんな場合に親が子供にとっての敵になるのかについて説明していきます。この章の内容の中には親が特に意識せずにやっていることも多く含まれているため、自分がそういったことをしていないかということをぜひ振り返ってみてください。子供の言うことをすべて否定する。子供を注意するとき、しないで、しちゃダメという否定語がつい口をついて出てしまう人も少なくないかと思います。もちろんこういった否定語が必要となる場面も多いのですが、だからといって子供の言うことを否定ばかりしていると子供はうまく自己主張ができなくなってしまいます。言ったら怒られる、どうせ言っても無駄と負けの刷り込みが行われてしまうからです。子供にあることをやめてほしいときはできるだけ否定語を使わずに落ち着いた態度で伝えることが大切になってきます。おもちゃ売り場やお菓子売り場で子供がこれ買ってという、このようなシチュエーションはよくありますよね。家にすでにあったり買ったばかりだったりするとダメと言わざるを得ない時もあると思います。こんな時、
否定語を使わずにどう対応すればよいのでしょうか。一つの方法としては今度買おうねと次の機会に約束することです。誕生日やクリスマスが近いようならその時にと言ってもいいでしょう。もし今欲しいと言って納得しない場合には今は買えないけど次の機会に絶対に買うということを子供と目線を合わせてできるだけ穏やかに話してください。指切りをするのもいい方法です。子供がなかなか分かってくれなくても声を荒げたり折れて買ってしまったりするのは逆効果です。どうしても納得してくれないようなら代替案を出してみましょう。例えばおもちゃは買えないけど今日のおやつに好きなお菓子を一つだけ買うというような形です。子供と自分双方が納得できるような妥協点を模索することで子供と良い関係を築くことができます。子供も一人の人間、1対1の対等な人間として誠実に接しましょう。否定語を使ってしまうケースとして子供が自分とは違う意見や主張を持っていた場合というのも挙げられます。もしあなたが虹は7色だと言った時に子供がいや6色だと主張したらどんな対応をするでしょうか。違うと言ったり6色であるはずがないと否定する人が少なからずいるかと思います。思想や意見というのは人それぞれです。それはたとえ親子であっても変わりありません。そしてそれらは単純に正しい間違いと分けられるわけでもありません。ここで必要になってくるのは他人の意見を受容することです。どうしてそう思うのかを聞き自分との違いを理解する。それは違う立場の尊重であり相手を大事にすることでもあります。あなたには6色に見えているんだねと理解することで子供は自分の意見を受け入れてもらったと感じ自分自身も大切にされていると思うことができます。言っていることに一貫性がない。自分の機嫌次第で同じことでもいいと言ったりダメと言ったり主張を一転二転させていませんか。このような時と場合によって変化する主張は子供を困惑させ怖がらせてしまいます。ある時は良くてある時はダメと言われることを繰り返していると子供は何が良くて何が悪いのかが分からなくなってしまうのです。その結果自分の一挙一動が親を怒らせることがないかを過剰に気にして顔色を伺ってしまうようになります。家事や仕事で疲れていたりうまくいかずに気分が落ち込んでいる時もあるかと思いますがそれによって評価基準を変えないようにしましょう。日頃からここまでは OK、ここからはダメという基準をはっきりさせておくと効果的です。またコンディションが悪い時は子供にごめんね、こういう理由でちょっと調子が悪いけれどあなたのせいではないからねと自分の調子や気分と子供が無関係であることを伝えるとお互いにストレスなく過ごせるかと思います。もし子供に前と言っていることが違うと言われた場合はただ否定したりごまかしたりせず本当を前は何と言っていたか教えてもらってもいい？とその内容を確認しましょう。覚えていなかった場合はごめんね、覚えてないけど前はそう言ったんだね、でも今はこういう理由でこうしてほしいから今だけそうしてほしいなと子供の言っていることを一旦受け止めた上でしてほしいことを伝えましょう。この時自分が覚えていないからといって自分の記憶を過信してそんなこと言ってないと頭ごなしに否定するのは子供の胸に不信感を抱かせてしまう結果になります。何かあった時に子供の味方をしない。自分の子供が友達と喧嘩した時、先生に怒られたと話した時、習い事がうまくいかなかった時、ついあなたが悪い、自業自得だなどと言っていませんか。子供にとって親というのはとても身近で自分のことを認めてほしい存在であることが少なくありません。自分でもちょっと失敗してしまったなと思っていることを親にまで否定されてしまうとその子はずっと自分を責めてしまいがちです。何かあった時には親であるあなたが真っ先に味方になってあげてください。味方になるというのは子供を全肯定するという意味ではありません。良いことをした時にはそれを褒めるのはもちろん悪いことをした時には穏やかに諭し子供が自分で良くないことだと気づけるような環境を整えることが味方になるということです。例えば友達と喧嘩をしたということであればその詳細を聞いて確かにこういう点では友達も悪いし怒っちゃうよね、だけどあなたもこういう面で流行りすぎだと思うということを伝えその後どうするのが良かったのかを一緒に考えましょう。そして一つの答えを導き出せたら思い切り褒めてあげてください。失敗を受け入れてもらえないというのは子供にとって非常にストレスになります。失敗しても一緒に改善策を考えられる環境を整えることで子供も安心していろいろなことに挑戦できるのです。子供の選択にいちいち口を出す服や日用品
大きくなってくれば学校や授業、部活など子どもはさまざまな選択をしなければならない場面に直面します。ものによっては子ども自身の将来に深く関わってくるものもあるため、親としての立場から口を挟みたくなる時もありますよね。ですがここが気持ちの抑え時です。子どもの人生はあなたの人生ではありません。たとえあなたに似ていても子どもはあなたとは別の個人です。ですから子どもがどんなものを好むか、どんな道を選ぶのかは子どもに任せることが基本姿勢として望ましいと言えます。もちろんそれを選ぶことによるリスクを子どもが理解していない場合は、そのリスクを伝え避けるように示すのも必要にはなります。しかしこれも、もしリスクを理解した上で子どもが選びたいと言ったら、よほど他人や子ども自身に危害を加える危険性がない限りは否定せずにその選択を受け入れましょう。あくまで親が果たす役割は子どもに指針を示すことのみであることを意識してください。子どもをある方向へ強制したり、反対に特定の物事を好き嫌いや根拠のないイメージなどを理由に禁止することは過干渉となります。もしも子どもが選択肢を前に迷っているようであれば、一緒に調べたり人生の先輩として相談に乗ったりする程度で十分です。それだけでも子どもは自分が尊重されていると感じることができるはずです。子どもに怒っているところを見せる、パートナーや自分の親または他の誰かと喧嘩をしている姿を子どもに見せていませんか？子どもに対して怒っているわけじゃないから大丈夫だろうと思っていませんか？それは大きな間違いです。体の小さい子どもにとって、自分より体の大きい人間が怒ったり大声を出したりしているのは恐怖となりえます。なぜならそれと同じものがいつか自分に向くのではないかという恐れが生まれるからです。つまり子ども以外が相手である喧嘩であっても、子どもの心にはダメージになってしまうということです。子どもの前で喧嘩になりそうな場合は場所を移すか、その場はひとまず抑えるという心配りをしましょう。やむを得ない場合はできるだけ感情を表に出しすぎないように、淡々とした口調でやり取りをしましょう。しかしこれには例外があります。それは子ども自身に危害が加わりそうな時です。子どもに危険が迫っている場合は毅然とした態度で対応しましょう。この時いくら怒っている姿を見せたくないからといってすぐに怒りを表明しないと、かえって子どもが傷ついてしまいます。また自分を守るために怒った親を見て、自分は大切にされているんだと子どもの自尊心を高めることにもつながります。第3章、虐待をする親。毒親の中で最も分かりやすいものがこの虐待をする親です。前に述べた項目については主に子どもとの相互的な関係性に心を配ることで毒親にならないようにするという方法を提案していましたが、虐待については少し異なります。というのも虐待は親から子への一方的な加害であり、加害をやめることしか解決の方法がないためです。加えて子どもの側から親の加害を止めることは難しいため、真本人の意思はもちろんですが、公的機関なども含めた周囲のサポートも必要になります。虐待をしそうになったら、またはしてしまった場合は自分だけで抱え込まず周りに相談することが大切です。場合によっては親や子に適切なケアを施すことも必要になってきます。子どもに激しい感情をぶつける、何かイライラすることがあった、子どもと上手にコミュニケーションを取るだけの精神的な余裕がないその他、さまざまな理由で頭に血が上ってしまうことも時にはありますよね。そんな時、思わず感情的になって動作や口調が荒くなってしまう、子どもを怖がらせてしまうとお悩みの方もいるかもしれません。そうした激しい感情を子どもにぶつけることは場合によっては虐待になってしまうこともあります。心理的虐待といって身体的な暴力を伴わないものの子どもに危害を与えている場合も虐待になり得るのです。ですが子どもを怖がらせたくない、感情的になるのを抑えたいという人も多くいるのも事実です。激しい感情と上手に付き合っていくことで子どもに危害を加えることを防ぐことができます。もし子どもがいる場所で感情的になりそうになったら、すぐにその場から離れましょう。できれば静かな場所に行くのがベストです。深呼吸をしたり目を閉じたりして心を落ち着けることに集中してください。チョコやドライフルーツなど一口サイズで手軽に食べられる好物を用意して口にするのも効果的です。気分が落ち着いたら、自分は何にイライラしているのか、子供は関係あるのかということについて考えてみましょう。関係がない場合は一旦そのことを忘れ、関係がある場合には子供にどう伝えればいいのかを具体的にまとめてみると感情的にならずに済みます。心の整理ができたところで子供の元に戻り、
急に席を外したことについて謝り、子供に非がない場合は子供のせいで席を外したのではないということ、子供に何か非がある場合には事前にまとめておいたことを冷静に伝えましょう。もし自分の感情を抑えられない場合には、心療内科や精神科へ受診するのも一つの手です。カウンセリングや投薬によって、感情に振り回されることをコントロールできる可能性があるからです。子供に暴力や暴言を浴びせる、親子でもなかなかうまくいかないこともあるかと思います。ですが、子供に暴力や暴言を浴びせることは絶対にしてはいけません。基本的に子供は親がいなければ生きていけず、暴力や暴言から逃げることができません。それだけに影響は大きく、その傷は体だけではなく心にまで及び、将来長くにわたって子供の生活を蝕みます。人によっては親元から離れた後でも、うつ病やフラッシュバックに悩まされることもあるのです。もし子供に加害しそうになったら、児童相談所に相談することをお勧めします。児童相談所というと子供を保護する施設というイメージが強いですが、育児に悩む親の相談も受け付けています。相談は匿名でできるので、誰かに知られることもありません。189という全国共通ダイヤルがあり、自動的に近くの児童相談所につながるようになっています。子供に当たってしまって辛い、苦しいという方はぜひこちらに電話をかけてみてください。子供が必要としているものを与えない。子供は生きていくために、また日々暮らしていくために多くのものを必要とします。それは食事や服などの生活必需品から、幼稚園や学校で必要になるものなども含まれます。それらの用意は忙しい毎日の中では面倒だと感じることも少なくないでしょう。ですが、それを用意しないことはネグレクトという虐待にあたる可能性があります。ネグレクトとは一般的には子どもの世話を十分に行わないことを指します。食事を用意しなかったり、子どもの体調が悪い時に病院に連れて行かないことなどが例に挙げられるでしょう。基本的には子どもが生活する上で必要なものは全て与えましょう。ですが必ずしも完璧を求める必要はありません。例えば食事であれば、毎食手作りではなく既製品やレトルトなどを活用して負担を減らすのも一つの手です。子どもが体調を崩した時には自分だけではなく、パートナーや他の家族、子どもと顔見知りの信頼できる友人などにお願いして、自分一人で抱えないようにすることも重要です。一人だけで子どもに関わるとどうしても負担が大きくなってしまい、ストレスを抱えてしまいます。そのことが原因で子どものサポートが十分にできなくなってしまうことも考えられます。周りに力を貸してもらいながら、自分にできる範囲で子どもと関わることが無理のない育児の鍵となります。後書き、これまでのことをまとめると、子どもを一人の人間と認める、感情的にならない、子どもが頼ってきたら受け入れる、ということを心がけると毒親にはならないと言えるでしょう。特に1点目の子どもを一人の人間と認めるということは重要で、まだ子どもだからとその意思をないがしろにするのは子どもとの関係性にひびを入れることにたなりません。家族や親子というのは一見特別な関係性のように思えます。しかし血がつながっているということが親密であること、何をしても許されるということを意味するわけではありません。そこにあるのは友人や知人と同じただの人間と人間の相互関係のみです。毒親というのはそれを見失った存在ということもできます。子供を個人として尊重し真摯に接することができる人はそのような毒親になることはないでしょう。